8月27日火曜日朝今、8時50分です。でここね今どこかというと分かる人もいるかもしれないですけど、八島競技場ですね。でこれ正面に見えて今雲がかかってるここが八島です。ちなみにこれがねサブグラウンド。朝ね何時ぐらいだろう、6時過ぎぐらいから雨降り始めて、さっきまでかなりね雨足強かったんですが、一旦今少し小康状態になってきてるのかな。競技場に用事があるのでさっさとね用事終わらしてから移動したいと思います。高松市内まで移動中なんですが、雨ということもあって道がかなり混んでますね。これは時間ちょっと間に合いそうないな。というわけで、一旦時間ちょっと変更してどっかでお茶してから向かいたいと思います。時間変更して少しね余裕ができたので米田コーヒーでコーヒーいただこうかと思います。でね以前購入してたこのコーヒーチケットラスト1枚になりました。また追加で購入します。今日雨で少し、ね、肌寒いのでホットにします。それといつものオグラ。失礼いたします。お伺いいたします。たっぷりブレンドコーヒーと、たっぷりのブレンドコーヒーがお一つ、はい、とあとシーで、シーモーニングで、トーストに塗るものがバターかどうか。バターでお願いします。バターでよろしいですか。はい、ちょっとコーヒーいただきます。香りがいい。小倉がうまいんですよね。うまっ。ごちそうさまでした。完食しました。あ、うまかった。あ、雨止みましたね。今から待ち合わせの場所に移動します。じゃーん、いつもの山田電機にやってきました。職場のポットが壊れちゃったんで新しいのをね購入しに来ました。もうそんなね、いいやつもいらないので、少しコンパクトタイプのにしようかと思います。まあ、特にね、これっていうこだわりもないので、どうしようかな。これにしようかな。象印。まあ 2.2 リッターあれば足りるかな。購入完了しました。コーヒーチケットもいただいたんですが、ちょっと先急ぐので、このまま帰ります。残念。え、もう一回。残念。はい、移動します。夕方6時半になりました。え、さっき帰宅したんですが、これね、あの北海道のお土産でいただいちゃいました。多分ね、中身はあれだと思う。早速開封してみます。今回いただいたのはこれです。じゃーん、札幌クラシック。もうね、ビールの中で一番好きなやつです。北海道限定なので、まあ、こっちでなかなか、まあ、ネットで一応ね購入できるのかな。毎年ねすごく夏休み楽しみにしてます。お土産でね毎回いただいてるので、いやー嬉しいな。これですよ、これ、このね、このパッケージ。
いやー、もう早速冷やして、もう今日晩、今からだったらどうだろう、今日はちょっと無理かな、まあ、風呂上がりぐらいにね飲めるかもしれませんね。いやー嬉しいです、本当どうもありがとうございます。まあ、そういうわけで本日の動画は以上となります。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。